次に標準溶液の作り方を説明します。ここでは例として塩化ナトリウムの濃度測定のための標準試料を作ります。と、一定重量の塩化ナトリウムを電子天秤で測り取って、それを水で希釈する。で、測り取るのに使う電子天秤は2種類あります。フード付きの方が精密電子天秤、フードなしの方が普通の精度の電子天秤です。電子天秤に電源が入っている状態で、このテアというところを押すと0点を合わせることができます。濃度測定に使うその標準試料は、その濃度が分かっていればいいわけです。で、ここでは塩化ナトリウムを 0.58g 測り取って、その濃度の溶液を調整するのですが、電子天秤で 0.58000g というようにぴったり重量を合わせる必要はありません。例えば 0.58g ぐらい測り取って、その重量が 0.59013g とか、とにかく測り取った量を正確に読み取ればいいわけです。そうすれば、どのような濃度の標準試料ができたかっていうのは知ることができるので、測り取った量を正確に読み取るということが大事になります。少量瓶、蓋付きの少量瓶を使うのが正しいやり方です。求める精度によっては、蓋のない普通のガラスビーカーを使ってもいいという場合もあります。ここでは正しいやり方として、蓋付きの少量瓶を使います。まず、0点を合わせた精密電子天秤の上に少量瓶を置いて、フードの蓋を閉める。必ず精密電子天秤のフードの蓋を閉めるということを忘れないでください。蓋を閉めると、空気の対流が収まって、値が安定しやすくなります。蓋が開いてると、空気の対流のため、この値が安定しません。36.2001という値で安定しました。その重量を記録します。少量瓶の風体重量を計測しました。で、その後にこの少量瓶に塩化ナトリウムを約 0.58g 入れます。少量瓶を乗せた状態で0点を合わせる。で、そこに約 0.58g の塩化ナトリウムを入れます。きれいな薬さじ、イオン交換水で洗ってティッシュでしっかり乾燥させた 薬さじを使います。 0.58g、 多分これ、こっちの精密じゃない方で 0.55 というふうに表示されているので、最初の目的の 0.58 にやや近づいたので、それでよしとします。それで、精密電子天秤の方で測り直すところです。安定したところの値を読み取ります。36.7464g、 先ほどが36.2001なので、その差分が測り取られた正確な塩化ナトリウムの重量です。今度はこれを 250ml のメスフラスコに入れて、氷線までメスアップをします。このメスフラスコに先ほど測り取った塩化ナトリウムの全量を流し込みます。ここに粉を注ぐといかにもこぼれそうなので、そのような場合は、漏斗を使います。
全量を流し込む、まあ、水で注ぎながら流し込めば良いでしょう。一粒も残さないように何回かに分けて水とともに流し入れます。このロートにもくっついている可能性があるので、このように全て流し込む。最後、表線ぴったり合わす必要があるのですが、最後の一滴、最後一滴入れたいときは、線瓶から水を流している状態で一瞬通過させる。そうすると最後の一滴を正確に入れることができます。で、よく混ぜる。10回、20回は上下点灯してよく混ぜてください。学生実験でよく失敗しがちなのは、この混ぜが足りない、均一でない標準試料を作ってしまって、それで失敗するケースが毎年何件かありますので、このよく混ぜるという操作を忘れないでください。これで標準試料の作りが完了です。で、これを何かの容器に移すわけですが、で、その水の滴がついた状態のとガラス容器に作った標準試料をそのまま入れてしまうと濃度が変わってしまいますので、標準試料を少し入れる先のガラス容器に移して、このように少量の標準試料で何回か洗う、まあ、3回洗えばよしとされています。洗いに使う分も考えてと作る量を決めるということです。で、洗ったところに移して標準試料を使うということになります。